どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このガズレレ YouTube でウクレレ楽しんでいる皆様、押さえづらいコードってないですか？ということで、最近ですね、シリーズで公開しております。押さえづらいコードを徹底解説するよという動画のシリーズでございましてですね、今までかつてもですね、いくつか動画撮っております。ちょっと再生リストになってますんで、ちょっとどんなことある、みんなどんなコードに困ってるのかな、ここにリンク貼っとくんでご覧になってください。で、今日ちなみにですね、取り上げるコードは F マイナーというコード。このコードですね、これよく出てくるんですけどね、これやらしいコードってことです。やらしいコードということなんですけどね、はい、今日はですね、これをですね、濃厚解説しつつも、ちょっとウクレレではダメと言われてるのかなということに、ちょっとね、ガズならではの、意見をちょっと取り入れながらも解説していきたいと思います。これをね、見たら F マイナーだいぶいい感じでできると思いますよ。はい。そして もちろんね、今この動画初めて見たよという方いるかもしれません。ウクレレってめちゃ簡単で楽しいんですよ。今日出てくるコードはちょっと難しいですけど、もうほんと、それはちょっとね、今後出てくるわけで、すぐに音楽楽しくできるようになります。やってみたいなと思った方、ここからウクレレ始めてください。めちゃくちゃ楽しくレッスンができるように動画が並んでますからね。はい、どんどんやってみてください。さあ、それではですね、早速 F マイナー、細かく見ていきましょう。どんなコードかというと、こういうコードですね。これはガズレレ動画の中でも結構 F マイナーってね、出てくるんですよ。で、これはですね、押さえづらいコードと代表ということなんですけど、一応言っときます。押さえる場所は、ここ C のところと、2弦の1フレットと、4弦の1フレットです。はい。で、いつもの通りの解説しますと、教科書通りの押さえ方としては、こう、こう、こうです。はい。わかります？薬指を立てといて、はい。こう、人差し指。これでも押さえづらいですからね、言っときますけど。押さえづらいでしょ。ちょっと押さえづらいのコツがいるんですよね。はい。で、ガズはいつもですね、この部分を4弦の1フレットのこの部分をこんな風に親指で押さえるんですね。出てくる音は当然ながら押さえるとこ一緒ですから、全く一緒です。で、これでですね、この2種類の押さえ方があるんですけど、ここでですね、結構ガズが今までもうものすごく質問というか、受けたことがあって、親指をこの使ってることに対して、ウクレレではね、親指を使わない方がいいとかダメですよみたいなことをね、よく言われる機会があるんですね。で、僕はね、もともとウクレレより最初にもギタリストとして、活躍しておったので、もうギターなんてもう親指使うのは当たり前なんですよ。で、なんでだろう？これ不思議だったんですよね。どうして親指でコードを押さえちゃいけないの？だってさ、ちょっと、じゃあ目を閉じて聞いてください。いいですか？出る音全く一緒ですよ。なんで使っちゃいけないのかって、これがね、疑問で、僕ね、結構いろんな方に質問して聞いたことがあって、そうしたらですね、まあ、そういうことになっているからっていうのがすごく多かったっていうのがまず一個と、ウクレレではそれは、ダメですよっていうことになんかなってるんですって話。でもなってるんですって言われてもっていうのは僕の、もうギターというか、もうちっちゃい便利な楽器として捉えてるんで、そこはまあ、で思ったんですけど、もう一個ね、すごく納得できる、意見としては、手首を痛めちゃいますという話がありました。それで、今回、ここが、ガズがすごく今日動画の課題というかテーマにしたいところなんですけど、確かにこれね、一理あるんですけど、ちょっとここについて今日はね、濃厚に解説していきたいと思います。で、この手首を痛めるということに関して言うとですね、これ本当に今日の動画有用だと思いますよ。痛めちゃうことがあるとやっぱり痛くてもたまんないんで、これはやめてほしいんだけど、今日はだからそれを濃厚解説します。まずですね、ウクレレなんですけど、基本的なところに、立ち返りますと、持ち方、ウクレレの持ち方っていうのがあります。で、ガズレレではですね、皆さんご存知のように、こうストラップをね、こういうふうに使ってさ、弾こうよっていうのを提唱しているというのはですね、まあガズがもともとそのギタリストであるっていうところもあるんですけど、ちょっとこんな感じでさ、ストラップこうかけて弾くんですね。ちょっと今外れちゃったな。はい。ガズのスタイルっていうのはこういう感じです。そして、弾き語りがメインなんで、こうコードを弾いて歌うんですよね。その時に、ちょっとここ見てもらうと結構ここ低くないですか？で、これで思いっきりこう、肺活量たっぷりに、うわーっと歌う。はい。これ、ちょっと立ってみますわ。ちょっと待ってね。はい。今ちょっと立ち上がってみました。いかがでしょう？ガズがこうやって立ってみると、これちょっとやっぱ低い感じに皆さん見えますかね。まあ、でも私、ガズ自身にとってみると、このウクレレの位置って、全然高いとも何でも低いとも思わなくて、すごく弾きやすい位置なんですよ。ちょっと弾いてみますと。
全然軽やかに弾けるんですよね。でこれで歌うわけですね。シャララララ、シャララララ、シャララララ、シャララララって、そんな感じのスタイルでガズはずっとやってて、今もこれすごく楽しいんで、このね、弾き方、この位置が結構お気に入りなんです。そうするとですよ、皆さん見てください。結構低いから、F マイナーを、親指で使わなくて弾こうと思った場合に、見てください。めちゃくちゃ大変。わかる？すっごいこっちのも手首痛めちゃうんですよ。要は、持ってる位置が低い人は、人差し指で弾いた方が手首痛めます。こうなるのか。あと、なんか、変な感じになっちゃうからね。はい。そしてですね、はい。ここから、じゃあ、一般的なウクレレ。ウクレレの、要は、持ち方の、もう、一般的な持ち方って、こういう風に持つ。この辺ぐらい高い位置で持つんですよね。はい。そして、このハワイアンみたいな曲を。ってなります。そうすると、これ、さっきと比べたら、高さ見て。こんだけ違うわけです。ここからここまで。その時に、逆に、親指で、この4弦の1フレット押さえようと思ったら、やってみ？めちゃくちゃ手首痛くなる、これ。わかる？こんなんで肘がこんな上がっちゃってさ。で、その時にこの位置で持つ人は、それは当然こっちの方が弾きやすいんですよ。こっちの方が自然だもん。はい。で、この位置のまんま、この位置下げてみたらわかるけど、めちゃくちゃ押さえづらいです。そういう風に分かれると思うんですよね。低い位置の人は親指の方が絶対に押さえやすいです。で、高い位置の人は親指は手首痛めます。確かに。だからこれ両方どっちが合ってる合ってないっていう話じゃないかなというふうに思ったわけでございます。だからさっきのガズの位置っていうのが、まあ、ガズにとってはここが自分が弾きやすい、めちゃくちゃ弾きやすい、リラックスして手首もこうしなやかに動かせて、こう肩でこうリズムを取りながら、思いっきりこう、わーって歌えるっていう姿勢なんですよね。だけどこれ持っちゃうとやっぱね、なんかね、ちょっと僕としてはちょっと調子が狂う感じなんですよ。なのでこれはどれが正解っていうのはないと思いますけれども、ガズレレ的には音楽自由に楽しもうよって、音楽っていうのは音を楽しむわけだから、歌を歌って、なんかこう、なんつうか音楽をクリエーションしようっていうふうに考えているんで、まあ、自由なスタイルでいいと思うんですよね。ここで弾くのも全然あり、ここで弾くのも全然あり。皆さんそれぞれのいいなと思うところで、音楽を奏でたら、ガズはいいと思ってるんですね。はい。はい。そしたら、ここのね、さっきのところに、まあ、椅子に座って戻ってきたわけですけども、今の説明すごくこう、理解が皆さん深まっていただけたんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、どっちが正しくて、どっちが間違ってるってことは、ないというふうに思うんですよね。はい。で、これで、面白いなと思うのが、ガズレレっていうのが、その僕がそのギターから入ってきたっていう、新しい流れだから、今までのウクレレっていうのはもうこういうふうにここで持つってことになっていたんで、そっから考えてみると、これをやったらまた確かに手を痛めちゃうじゃないかっていう話が、もちろんこれも全くその通りでございます。なので、皆さん、どの位置でウクレレを弾くかによって、だから、いつも言うように、どっちでも自分が弾きやすいなと思った方の弾き方を選べばいいと思うんですよね。はい。なので、F マイナーを弾くときは、こういう風に押さえるか、あるいは、こういう風に押さえるか、まあ、どっちかになると思うんですけど、そこをなんかこう自分でこう判断していただければ、いいんじゃないかなという風に思います。位置が高めの人は、人差し指がいいです。低めの人は、親指がいいんじゃないかと。はい。そんな風に思って、要は、出る音には関係ないわけですから、これ響きとかサウンドは。そんな感じにカジュアルに、やっぱ音楽捉えた方が、いいんじゃないかなというのが、ガズの考え方でございます。はい。そしてね、まあ一応ですけど、この両方の、F マイナーの押さえ方をもうちょっと解説しようと思うんですけど、この人差し指で押さえるパターンでいくとですね、ここやっぱり指、立てないとダメですからね。これ指がね、結構寝ちゃうし、あとこの1弦の3フレットが、これがね、結構小指になっちゃうんですよ、どうしても。これ薬指が届かないんでね。この辺の感覚が、この F マイナーだけを単品でね、ゆっくり押さえたら、比較的簡単に思うかもしれないけど、例えば、そうだな、E マイナー7から F マイナーやってみるとわかるけど、E マイナー7から弾いといて、なんか、指がバタバタっと変わるんですよね。E マイナー7からバタバタってこう、なんかすごくこうフォーメーションがなんかちょっとね、バタバタっていう感じがしちゃうんですよ。なんでこの辺に慣れが必要かと思うんですけど、F マイナーのコードって、ガズレレで出てくるときもすごいとろけるようなね、いい響きなんでね。はい、この人差し指で押さえる人は、この小指の、このギュッとこう開く感じがちょっとね、練習が必要かなと思います。で、親指で押さえるタイプの人のと、まあ、アドバイスとしては、
このクッと押さえるときに、この親指のギュッと握りすぎて、この4弦の1フレットのこっち側に行きすぎちゃうと、音がこうプチプチ詰まっちゃうんですね。フレットの真上まで行っちゃうんで、ここうまいこと4弦の1フレットの中に親指収めとかないと、音がちょっと潰れちゃう感じがあるんで、ね、こんな感じで。綺麗に一個ずつ鳴ってるかを確認するのがいいと思います。親指ってね、こうパッといけるんだけれども、息を良すぎちゃってよくこっちにはみ出しちゃうんですよね。そうすると、なんかこんな風にプチプチって鳴りがちなんで、ここのパッといった時にこの1フレットに親指を収める。これがキーポイント。あとは押さえやすいと思いますね。こことここは。こっちも結局小指ですけどね。はい。でもこの F マイナーってコードはさっきも言ったんですけど、その前に出てくるコードによっては、指がこう、なんか大移動みたいになるんで、これね、指、このコードって3つ押さえる場所があるじゃないですか。3つ押さえる場所があるコードの、ガズがおすすめするのは、皆さんね、このね、3つ、いっぺんにピタッと押さえようと しがちなんですよ。同時に。なんで、ガズのワンポイントアドバイスは、親指で押さえる派にしても、人差し指で押さえる派にしても、まず1個目決める。人差し指で押さえるタイプの人は、まずここを一番最初に押さえて、バタバタっていうイメージを持つのがいいです。パタパタパタっていうイメージ。一斉にパッとやろうと思うと、なかなかうまくいかない。頭の中の本当に 0. 何ミクロンみたいな時間ですけど、パタパタパタ、こういうふうにダララッダララっていうイメージで押さえた方がうまくいきます。親指の時も一緒で、まずこういうふうに、バララッ、こう、バタバタッ、バタバタッっていうふうに、一斉にパシッと押さえるっていうのは、あんまり意識しない方がいいです。ちょっとね、そのね、イメージを持つだけで、かなりコード、これ F マイナーに限らずですけど、3つ以上指使うコードは、一斉に押さえなくてもいいよ。パタパタ、一瞬ですよ、でも。順番を、優先順位を決めとくと、スムースにコードチェンジができるということを、ここにちょっとシェアしておきたいかなというふうに思います。はい。今日はですね、まあ、そういうわけで、F マイナーというコードの、一応、濃厚解説及び、ウクレレのコードを押さえるときの親指ってどうなのっていうこともちょっと触れさせていただきました。まあ、ガズ独自の見解ですけど、まあ、皆さんこれをご覧いただいてですね、私ってさ、どうなんだろうって、ちょっと今一度ね、見てもらうといいかと思います。はい。そしてですね、このシリーズ、さっきも再生リスト貼って、概要欄にも再生リスト貼りますけど、押さえづらいコードのあるんだよねということを詳しく解説しているシリーズなんですけど、このね、コメント欄に、このコードが押さえづらいですとか、このちょっとフレーズ、いつも出てくるあのフレーズが押さえづらいですみたいなのを書いてくれたらですね、またこのシリーズで、レッスン動画、濃厚に解説していくシリーズに、どんどんつなげていきたいと思いますんで、ぜひとも気楽にですね、書いていただければなというふうに思います。まあやっぱ音楽はですね、いつも言ってますけど、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。皆さんどんどんプレイして、自分ごとにして、音楽で自分ごとにするっていうのがいいんですよ。ぜひ、楽しんでいただければというふうに思います。で、お知らせなんですけど、今いつも使ってるこのガズのね、これわがままウクレレの、コンサートモードに薄レレですけど、これを含んだいつも使ってるガズのウクレレたち、G ラボガズレレの、ウクレレがですね、ただいま、販売と予約受付中でございます。初めてウクレレと、この薄レレとかわがままウクレレは、即発送、在庫があればですけどね。で、いつもね、YouTube レッスンで使ってるガズモデルとか、ヴィンテージシリーズとか、セミオーダーに関しては、予約受付中でございます。これもね、以前よりかなり早いスパンでのお届けになりますんで、ぜひと皆さん、ホームページ、見に行くだけでも見てください。これはですね、ラインナップ、見てるだけでも楽しいですからね。ここにリンク貼っておきます。よろしくお願いします。で、あと、まずは、今日はね、ゴールデンウィーク初日ということで、まあ、ちょっと告知をさせてもらおうかなと思ったんですけど、はい、チャンネル登録者の方17万名を超えていただきましたありがとうございます。それだけの人がですね、自分で音楽をやる、聞くからやるに変えた、これ僕のねガズレレやってる原動力というか、それをもう目的にやってますから、音楽やると笑顔が増えるでしょ、楽しいでしょ、こういう人が増えていくのがね素晴らしいなと思ってやってるわけです。いやー地道ですけども、本当にね、フォローしていただいてありがとうございます。引き続きお願いします。そしてリットルミュージック社から出ているガズレレの本のシリーズですけど、こちらもですね、また重版が決まりましてですね、リットルミュージック社さんから出てる本だけでも15万部を超えるということで、ありがとうございます。で、今年の7月にね、新しい本がまた出る予定でございますので、そっちもね、よろしくお願いします。だからガズが今まで出した本全部で18万部ぐらいに、なりますね、累計で。はい。それだけこっちもね、多くの方が音楽楽しんでいただけてると思うと嬉しいでございます。はい。
そんなことでもうね、まあ、他にもいっぱいお知らせあるんですけど、まあまあ、毎朝7時半からね、ガズラジといって、スタンド FM で、無料で聞けるラジオ配信やっても、そういうところで日々いろんなことをお伝えしてますんで、ね、こっちも無料ですんで、ぜひ聞いていただければなと思います。ということで、今日からゴールデンウィークですから、皆さん、お時間あるとき、どんどんウクレレ楽しんでいってくれればなというふうに思います。はい。曲名スペースガズレレっていう感じで、YouTube で検索していただければね、もう1900曲ぐらいもね、ガズレレ YouTube でレッスン動画上げてますからね、皆さんの好きな曲探してもらって、どんどん練習して、ゴールデンウィーク中に何曲かもうマスターしてさ、なんか夏に向かって楽しい、2022年作り上げていくのはいかがでしょうかということでございました。はい。今日はちょっと難しいコードの解説シリーズ F マイナーをお届けしました。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。